はい、台湾のですね、オートバイの、カタログ的な雑誌ですね、そちらをの続きですけども、大体ですね、ここから台湾のメーカーのものが、最後の方に載っております。で、シムさんですね、はい、でシムさんもこういうね大きな 300cc のスクーターとかですね、あと 300cc のこうなんかちょっとね、よく見るとこうモトグッチとかそういうイメージでしょうか。でまあここ漢字でね、野の狼ね、なんて呼ぶんですかね、中国読みだと思うんですけど、まあこれあれですかね、日本だとなんとかウルフとかね、そういうことだと思うんですけども、はい、こうやってシムさんですね、あって、そして台湾ヤマハね、これもう台湾のメーカーなんで、台湾ヤマハさんね、これ別に載っていますね。台湾、コースですね、スクーター、ジョブ、アクシスですね、でシグナス、はい、EB のとかね、充電させてもらえませんかみたいなね、ありますけども、はい、ですね、普通の B のもまだちゃんとありますね。そして、キムコですね、でキムコ、レーシング S ですね、はい、そして、AK550 ですよね、キムコ55周年を記念して、作ったですね、これ結構早いらしいですよね、なんかTMAX のレースにノーマルで出て、結構他のはねいじってあるわけですけど、結構早かったですよね、そういう動画ありますけども。あとダウンタウンね、こちらですかね、川崎さんのスクーター J125 とか J300、これですかね、ダウンタウンがベースだったかと思うんですけども、OEM で、ありますよね。あとこういうピープル S とか、これが日本だとターセリーなんですかね、ターセリー S なんでしょうか、はい、ありますね、はい、で、あとグランこのディンクですね、これ300、日本だと 250cc 版が入ってるみたいですけどね、250で唯一こうステップボードがこうフロアがステップフラットな、ね、タイプなんですね、ほとんどもう今他のどのスクーターもこういうのはないんですね、 250cc クラスだと、はい、さすがにね、キムコさんはいっぱいあります、はい。そして、スズキですね、これも台湾スズキですね、アドレス V110 とかですね、ございます、はい。で、イオンですね、イオンさんはいろんなこれね、三輪があるんですよね、あとはやっぱり 300cc と 150cc っていうのがですね、海外の規格なのかなと、日本だとどうしても免許制度とか、税制の問題で125、250みたいなね、流れになっていますけども、はい。で、PGO ですね、PGO、はい、PGO さんこのね、アルファマックスとかね、これです、ハローキティですね、はい、であとティグラですね、これ有名なところですね。もう GMAX とかそのあたりはもうないんですかね、乗っていませんね、そうね、マックス、アルファマックス そうですね、マックスはアルファマックスになってますね、はい。で、あとハートフォードっていうね、こういうメーカーも あるようですね。で、これハートフォード面白いね、例えばこう、223なんかね、ありますけど、でなんかおもろい、なんかやっぱりね、どっかで見たようなのがあるんですよね。で、例えばこれ、ね、ディアブロ650あるんですね、ここら辺はいいんですけど、こうこれですね、マイドリーム125、これどっかで見たようなね、オートバイなんですけど、 125cc ですね。で、ドリームじゃないですね、マイドリームなんですね、マイドリームの125で、エンジンは普通の OHC みたいですけどね、ミッキーマウスみたいなのがついてたりと、もうそこまでやるかって思っちゃうんですけど、エンジンにはね、さすがにそこまでお金はかかっていないみたいですね、はい。で、あとナイトフォークって聞いたことありますよね、ナイトフォーク、
まあいいでしょう。これね、夜の鷹みたいな書いてね、漢字で書くんでしょうけど、そういうのもいいのかなと思うんですけどね。まあこんな感じで、それであとね、こう、まあ、シャッドね、あとこう、各メーカーの企画表みたいのが載って、最後、ね、こういう感じでね、こう、あるわけです。はい。あれですね、やっぱりなんかこう、元気な感じがしますね。暑さといい、こう、ね、広告の量といい、はい。日本もね、そういう時代があったかと思うんですけども、でもね、負けないようにですね、皆さんどんどんバイクに乗ってですね、盛り上げていけたらいいんじゃないかと思います。ご視聴ありがとうございます。